湯豆腐は和食の一つであり、豆腐を使った鍋料理である。材料は豆腐、水、昆布、漬けだれのみである。鍋に昆布を敷き豆腐を入れ、温まったところを引き上げて漬けだれで食べる。塩ひとつまみ、あるいは刻んだ大根を入れると豆腐が硬くならず、柔らかいまま食べられると言われている。ただし、多く投入すると雑味となって、湯豆腐ならではの単味が失われる恐れもある。 煮立たせるのは良くないと言われている。香りが飛ばないように、煮えるまで鍋を火にかけるのは酒、豆腐がぐらりとよろめく頃に食べるのが良いとされている。漬けだれには、醤油、または醤油、酒、みりん、だし等を合わせたもの、あるいは、ポン酢醤油などが用いられ、薬味として、ネギ、ゆず、大根おろし、削り節などがよく用いられる。代わりだねとして、卵黄、 ニラトマトなどが用いられることもある。醤油などであらかじめ味付けした水物風のつゆで豆腐を温め、そこへ薬味を投じてそのつゆと共に食べる方法もあり、そちらはにやっことも呼ばれる。さらに、家庭料理として豆腐と一緒に白菜や、鶏肉や、白滝や牛肉などを入れて煮る水炊きに近い調理法もある。相撲部屋でも、ちゃんことして湯豆腐が食べられるが、 普通の湯豆腐と違って豆腐だけでなく、肉類や野菜やキノコなどが入る具沢山の中身。特徴は漬けだれにあり、卵黄と醤油を混ぜたものをベースに長ネギ、鰹節、青海苔などの薬味を入れたものを、缶酒器か大きな湯のみに入れ、それを鍋中に投じて、鍋の熱で温めながらかき混ぜ、頃合いとなったらかけて食べる。江戸時代に書かれた豆腐百鎮には、 絶品として7品が掲載されているが、その一品として、湯の代わりにくず湯を使う湯やっこが紹介されている。湯豆腐湯豆腐オケと知る次ぎとともに、ありがとうございます。